イヴァン・ブラジー・ミロビッチ・ミチューリン1935年6月7日は、カジの品種改良を科学的に行ったロシアの生物学者、ロシア帝国コズロフの園芸家の家に生まれた。鉄道に勤務しながら、独学で園芸を学んだ後品種改良の研究に従った。1897年にカナダを異常寒波が襲った際、 ミチューリンの育成したサクランボの品種だけが例外を免れ、カナダやアメリカ合衆国の学会で高く評価されたが、ロシアでは異端視された。1922年の10月革命後新政府に認められ、国家に援助を受けて全国の果樹品種改良を指導した。コズロフ国営果樹育成所所長を務め、1931年レーニン勲章を受賞。 1935年ソビエト、連邦科学アカデミー会員。チャールズ・ダーウィン、家畜と栽培植物の変異などを手引きとして、ロシアの気候風土に適した300種以上の品種を作り出した。その理論は、環境による生物の変化は遺伝するというトロフィム、ルイセンコの学説の基礎となるものである。コズロフに住んで、新しい品種を次々に作ったので、コズロフの魔術師と言われた。 ありがとうございます。